はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロストヒーローズ2、じゃあ前回の続きからやっていきたいと思います。クライシス要塞の、コントロールパネルで、まあクライシス要塞の突撃を止めたところからですね。じゃあこの先奥へ進んでいきたいと思います。早速敵が出てきましたけど、偽ウルトラマンがいる。ちょっとだけしぶとい。まあ敵ではないな。偽ウルトラマンがこんな普通に出てきたら、あれ、ここ繋がっただけだし、こっちか。いやでも繋がるのは重要ですからね。このショートカットを見逃すと次来るとき相当苦労するから。ヒットポイントライアードーパントで1400か、だいたい1500くらい当たるからな。目的地からはちょっと遠ざかってんな。やっぱこの GN ソードビットが超強いっすね。ん、ここは特にって感じか。お、偽ウルトラセブンが出てきた。あれ、オーバーフラッグも初めてじゃない？早い。先行して攻撃してくる技を使ってくるとやっぱダメージをもらってしまいますね。ん、ここ空いてる。宝物庫はこの奥だ。そこにウルトラベルがあるはず。その時ヒーローたちの背後のシャッターが閉じた。ユニコーン回復させてない。なんだ？世はクライシス皇帝である。クライシス皇帝？ふん、クライシス要塞は破壊した。お前たちの計画は失敗に終わったのだ。はっはっは。何がおかしい？しかし、天球はすでに動き出しておる。地球破壊のためにな。再び絶望が襲うのだ。待て！まさかクライシス帝国はビートスターと手を組んでるってのか？手を組む？妙なことを言う。我らはリゼスの意志のもとにある。なんだって？ユートピアドーパントだけじゃなかったのか。犬らはリゼスの名のもとにこの場で処刑される運命なのだ。執行人はよ、クライシス皇帝だ。リゼスの意志はよを選んだのだ。おお。出てきた。こいつがクライシス皇帝か。ぬわー。ヒーローどもその5体バラバラに引き裂いてくれよ。おお、戦闘だ。いきなり出てきていきなり戦いか。スタンになんねえかな。スタンした。やった。マジか、クライシス皇帝。しびれちゃったよ。いやー、じゃあ攻撃していきましょう。ピースト打ってくる。うん、スタンしてるね。スタンにスタンを重ねても意味ないのかな。ちょっと別の攻撃にしよう。ガルネードバスター、一応回復させとくか。ユニコーンは減ったまんまだったからな。まさかここでクライシス皇帝が出てくるとは思わなかったから。よし、どうしようかな。スタン狙いで攻撃しよっかな、ウルトラマン。ビースト。ん、なんだ。おお、スタンしろ。スタンした。やった。マジか。すげえな。ビーストでメーターを上げていきましょう。いいね、いいね。今アストラ誰に撃った？あー、スタンが溶けた。
よし、どうしよう。ラッシュか、ラッシュ2欲しいな。いや、いけるか、ちょっとやってしまおう。今みんな減ってないから。こいつやっぱトランザムコンボしか使えない。これでいけるか、どうだ。1700 4200 4900 6500、ダメだ、ちょっと残った。こっちがスタンした。でも倒せるぞこれ、多分いけるはず。じゃあちょっと無理だから、ウルトラマン一応これでスタンしてくれ。あー、なんかいけー死亡者が出るな。ただエネミーラッシュに攻撃を仕掛けると、おー、クライシス皇帝そんなに強くなかったな。世に勝ったところでリジェスには遠く及ばぬ。お前らなどリジェスの前ではガークライシス皇帝さすがに強敵だった。いや、そんなことはなかったけどね光だ。バースからの報告によると、溶岩地帯の上空にあるビートスター天球が移動を開始したそうだ。何？わかった、ウルトラベルを手に入れ霧のエリアへ向かう。頼むぞみんな、ウルトラベルはこの奥の宝物庫にあるはずだ、急ごう。よし、ライダーを置き換えらせましょう。 OK。 こっちか。そうすると宝物庫へ向かって、ここか、ここか。宝物庫とは名ばかりだな。だがコンテナがある、早く調べよう。こんなコンテナに入ってんだ。ウルトラベルを入手しました。結構早く見つかったなよし、廃墟地帯東へ行こう。これで霧が晴れるはずだ。おー、ウルトラベルの奇跡。敵が出ちゃったけど、ここはじゃあこれでもう戻っちゃっていいのかな、一回。うん、戻りましょう。中継地点1からですよね。じゃあちょっと一回アイテムを整理しつつ、もうこういうアイテムはいらないんですけどね、実際。ゲートポートで中継地点1。そうですね、ちょっと一回セーブをしましょう。クライシス皇帝も倒したので。今確かキューブの捜索度30何%だった気がするんだけど、まだもうちょっと続くか。もうちょっとっていうか、もう結構続くってことか。上空を見上げてる。天球がなくなっている。本当に移動を始めたようだな。急がなくては。霧のエリア、廃墟地帯東は天球と関連が深いはずだ。まずは行って確かめよう。そうなのか。うん、どうなる。相変わらず霧が出ているな。よし、ウルトラベルを使うぞ。ヒーローたちはウルトラベルを鳴らした。ガラーンガラーン。これだけで霧が晴れんの？すげえな、ウルトラベル。鐘の音とともに奇跡の力が波紋のように広がり、辺りの霧を消し去っていった。やったぞ、これで先へ進める。問題は果たしてこのエリアにビートスターがいるのかってことだ。そうだな、そいつさえ倒せば天球の動きは止まるはずだが、もしビートスターがいるとしたら、多分ここの敵は機械系が多いだろう。そういや、最初に遭遇したのもインペライザーだったな。うん、なるほど。とりあえず行けるところはこっちか。いきなり始まったな。シュー、出た、インペライザーだ。うおお、動きが軽い。こっちは力が戻っている。もう前のようにはいかないぞ。戦闘か。でも雑魚戦っぽいから、雑魚戦っぽいけど何このアクション
バスターソード、もうちょっと攻撃を仕掛けていきましょう。パニックひるみにしよう。いけー、スタンした、やったまあウルトラスクリア、こいつはまあコスパのいいやつで、一応ボスキャラかこいつスタンが溶けた、もう一回スタンしてろ。うーん、そう簡単にはいかなかったな。なかなかスタンしないですね完全にスタンだのにとやってるうちに戻った。あー、ラッシュかけよう。これはいけるはず。よーし、ポンコツロボめ、これでもちょっとやっぱ SP 消耗したから一回戻ろうかな近いし、回復させようっと。 OK、 全開。じゃあこのまま奥に行きましょう。左右に分かれてるな。うん、どっちも赤扉だ。いけない。ではこっちかな。また扉がある。信じるんだ、自分のなすべきと思ったこと。うん、敵そのものは変わんないですね。うん、ここは何にもないか。そんなに変わらない。まあ一本道なのは助かると思ったら左右に分かれてた。偽ウルトラマンとか確かチップ手に入れてない気がするんだけど。お、手に入れた言ってるそばから。どっちだ、宝箱が見える。うん、これはどっちだ。あ、宝箱がある。ギガライフキット、あそこの扉に入ればいいのかな。あ、なんかまたありそうなところに。とりあえず回復は大丈夫そう。霧を消滅させるとは大したものだ。誰だ、ラフレシアこの声に覚えはあろう。私だ、ラフレシアだ。貴様、生きていたのか。ここにはあらゆるマシンが貴様らを消去するために準備されている。行け、キングジョー、有機生命体を抹殺せよ。え、こいつら有機生命体なの絶対有機生命体じゃないでしょうぐしゃぐしゃ、有機生命体、我々のことか倒すしかないようだな。
あ、でもウルトラマンは有機生命体か。おっとっとっと、ちょっとこいつは強化して、ビースト、何上昇効果が打ち消されたか、やばい。ハイパーバズーカ打ちましょう。ヒールで間に合うか。でバリア展開、エネルギー属性マジか。あれバスターソードエネルギー属性だと思うんだけど、バリア展開。あれバスターソードは効くのか。ってことはあれが効かないんだな、射撃系のエネルギーが。おダブルアクション鍛えたから3ターンの間2回連続行動になってる。いいなこれ使おう全然知らなかったに、そうだこいつ今赤タイマーだった、忘れてた、すっかり忘れてた。アストラップ、よしビストやろう。オラ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 、おっと上昇効果はダブル行動も打ち消してくるのか、厄介だな。絶対バリア展開してくるしこいつ。よしよしよしただあんまりミスらないな。行こう、ここはこのまま押し切る。最近このパターンで大体ボスも倒せますからね。こいつも攻撃しよう。あれこれ大丈夫か、当たる当たる、おーしよし、オッケーオッケー。そして中ボス戦も多いですね。ほう、キング・ジョーを倒すとは。まあいい、いずれきれいさっぱり片付けてやる。待て、ラフレシア。ふん、よほどここで死にたいようだな。ならばその望み、叶えてやろう。ガガ部隊、ヒーローども始末しろ。ガガだ。こいつは特攻兵器だ。ん？ドランザム。く、大丈夫ですか？ん？とう。いっぱいいるの、数が多すぎる。トランザム、トランザム、何やってんだ、だらしねえぞ。ほらやった、この程度の敵に苦戦するとは意外ですね。はグレンファイヤー、見らないと。何？また出てくるのか。よし、こいつは俺たちが。くっ、はっ、戦闘にはならないか。なんだよ、やるじゃねえかよ。当たり前だろ。ま、私たちも人のことは言えませんけどね。まあな、やっと力が戻ったけど、最初は大変だったぜ。いきなりエースキラーってやつに襲われてよ。エースキラー？以前、ヤプールがエース兄さんを抹殺するために開発した異次元超人だ。ありゃ作り出されたものだったのか。それで逃げ惑っているうちに道に迷って仕方なく二人で身を隠していたんです。そうか、そいつは大変だったな。ん？ジャンポットはどうした？逃げてる間にはぐれちまったようだ。もしかしたらエースキラーに。おい、滅多なこと言うもんじゃないぜ。とにかくもう少し探索を続けよう。よし、俺たちも一緒に行くぜ。ヒーローたちはグレンファイヤー、ミラーナイトとともに探索を続けることにした。大丈夫かな、まだ回復させなくて。とりあえずヒールレインでヒットポイントを回復させとけば。ここはこのままか、奥行きましょう。
おっとバックアタックかよ。そうか、2ターン目じゃないから行動が遅い。オーバーフラッグ、チップをゲット。ヒールレインを2回打つか。こっちは宝箱ですね。美しいサファイア。なんか敵の出現率が高い気がする。ミッションを開始する。ミスった、マジか。こっちは一周して終わりじゃなかったな。奥に行けんな。これよりミッションを開始する。ダブルオーが上がってくれれば回復できるんだけど。お、新しいやつが出てきた。何、ヒットポイント高い。こっちは何もなかったからな。お、ここはなんかありそうだな。とりあえず SP を回復させましょう。なんかあったっけ。これしかない。あと2つか。ヒットポイントはメガライフキットで回復させよう。よし、行きましょうとか言って何にもなかったりして始まった。よかった。ん、あれはエースキラー。しかもエースキラーとの戦闘っぽいな。おい、てめえ、さっきはよくもやってくれたな。エースキラー、ジャンポットはどうした。なんとか言え、こら。ん？うわあ、思ったより強えな。何やってるんですか。よく相手の動きを見て。はあ、グッ、ほらね、ガー、うわあ、こいつはみんなでかかるしかねえな。悪役みてえだなああ、そのようだ。そういや基本4人でかかってますからね。よしよし、ダブルアクションじゃなくてビストでいいや。もうとりあえず、おお、400っけ。マジか、やばい、これはやばい。しかも上昇効果を打ち消してくるとは。回復、おー、これ2回食らったらやばいんだよな。おお、ラッキー。スタンスタン、今のうちに体勢を整えましょう。こいつはウルトラキック戦法で、ヒールレインでいいかな。よしよしよし、ファストラップ、ダブルアクション、スタンが解けたか。もう2回攻撃してくるからあれだな。アストラップ、くらえ。おお、おお、攻撃力が下がった。ヒットポイント的にはいけそうな気がするな。どうしよう。
やっぱウルトラマンのこのカラータイマーでな。変わった。よし、ここでラッシュ。これは絶対倒せる。これで終わりだ。レベルアップ。やったな。少し油断してしまいました。申し訳ない。力を取り戻したといっても前より強くなったわけじゃないんだからな。ん？誰か来るぞ。こいつは？なんだ、焼き鳥じゃねえかよ。ジャンポットではないな。あら、そう言われてみれば。有機生命体を抹殺。おお、やられちゃった。ガーン。我が名はジャンキラー。ジャンキラー？抹殺。ガーン。いらないと。うん。ガーン。なんて野郎だ。まるで全身武器の塊だぜ。抹殺。ガーン。ここは一旦引きましょう。ミラーナイトの言う通りだ。立て直そう。ヒーローたちは急いでその場を後にした。何なんだあいつはよ。ジャンキラーとか言ったな。追ってこないようです。あの場所に居座っていますね。どうすんだ、これからもう一回仕掛けるか。いや、我々も疲労が激しい。エースキラーから連戦だからな。一旦拠点に戻った方がいい。一気に行きたいところだったが、まあしょうがねえな。ん？お前はジャンポット。おお、その顔今度は間違いねえな。なんだなんだジャンポット。いやー、無事でよかったぜ。っていうか、お前がいれば拠点に戻らなくてもジャンキラーの世を倒せんじゃねえか。待て、グレン、ジャンポットの様子が。有機生命体を抹殺。あ、どうしまったんだ。抹殺する。くわ、待てよジャンポット。ん？く、何があったか知らねえが俺たちは仲間だろう。知らんみたいな。俺のことも忘れちまったのかジャンポット。いや、焼き鳥。どうした、焼き鳥じゃねえって言い返してみろよ。う、ジャンポット、私はミラーナイトだ。共に戦った日々を覚えているだろう。ウルティメイトフォースゼロとして。ウルティメイトフォースゼロ、そうだ、ウルティメイトフォースゼロだ。俺たちいろんな宇宙を旅したよな。私はジャンポット、ウルティメイトフォースゼロ。意外にあっさり治ったな。思い出したか。すまない。私は敵に捕獲され、ビートスターに洗脳されかかった。ビートスターだが、完全な洗脳を防ぐため、私は自らパワーコンジットを焼き切ったのだ。にもかかわらず、我を忘れ大切な仲間を傷つけてしまうとは、この罪、万死には対する。ジャンポット、気にすることはねえ。お前の攻撃なんか、痛くも痒くも、いたたん。ビートスターはこのエリアに存在するのか？ああ。ビートスターはあらゆる機械やマシンを研究し、自らの力としている。私自身も性能を分析、人工知能をコピーされ、ジャンキラーという名のロボット兵器が生み出されてしまった。そうか、だから似てたのか。とりあえず一旦拠点へ戻ろう。みんな消耗しているだろう。そうだな、いろいろ分かったこともある。対策を練り直そう。ジャンキラー近くにいるのに結構悠長なことやってんな。拠点に戻ったヒーローたちは怪我の応急処置を受けながら、光にキューブ内の状況を伝えた。天球を管理するビートスターがいるのは確かか。はい。場所はわかるか。それが位置までは把握できていないのだ。洗脳の影響で記憶領域がところどころ破損していてね。徹底的に探索するしかなさそうだな。僕はラフレシアが気になるな。ビートスターの手先になってしまったのだろうか。曲がりなりにも理想のために戦っていた男が、もちろんだからといって許せるわけにはいかないけど。
天球の進行を阻止するためにはビートスターを探し出さなければならない。おそらくラフレシアも妨害してくるだろう。その時が勝負だな。よし、時間もあまりない。各自準備にかかってくれ。了解。あ、待って、ジャンポット、あなたはメディカルルームで検査よ。悪いけど、もしかしたら洗脳がまだ完全には解けてないかもしれないし、それに破損した記憶も復旧できるかもしれないわ。そうだな、わかった。捜索を阻むもの。はい、というところで、じゃあまた多分ジャンキラーを倒して奥に行くっていう感じですかね。次回はそこからやっていきたいと思いますので、今回はこれで終了します。